先月、渋谷駅地下通路の壁一面にびっしりと貼られていたのは新作映画の宣伝冊子です。その数1000冊以上。冊子は剥がして持ち帰り OK。 これを目的に渋谷に来た人も、インスタグラムで上げてる人がいて探しに来ました。なんか面白いこと考える人ってあんまり最近いないっていうか。さらにこの翌週には新宿駅前の大型ビジョンを見つめる多くの人が。この映画の予告編が1回限りで上映されたのです。仕事サボってくるぐらい好きでサボってきました。斬新なプロモーションをする新作映画とは、それはあるパンクバンドのドキュメンタリー映画でした。映画で描かれるバンドはハイスタンダード。1990年代、ロック好きの若者たちに絶大な人気を誇った3人組です。激しいパンクロックに全曲英語の歌詞、なおかつ音楽番組には一切出ないスタイルを貫きながらも、当時アルバムは国の内外で100万枚超えを記録。また今では多くある音楽フェスの礎を築いたのはこのバンドなのです。日本のカルチャーに大きな影響を与えてきました。しかしハイスタンダードは黙って終了するんだよね。一回ちゃんとなんかいろんなことが発表できなくて申し訳ないっていう気持ちはもちろんあったけれども、2000年、理由を明かすことなく突然活動を休止。その後10年以上沈黙を続けますが、2011年の震災を受け日本を元気づけたいと活動を再開させます。大げさに聞こえるかもしれないけど、俺たち日本のために集まったんでね。再開後には16年ぶりに新譜を発表。しかも事前告知を一切せず、いきなり CD を店頭に置き、店に来た人だけが買えました。当時ランキングは1位を記録。このような試みの背景にはメンバーのある考えがありました。会社の3人にとってもこの16年ぶりの音源っていうのはすごくワクワクするもので、でせっかく出すんだったら何か面白いことをしたいな、実は宣伝して売ることよりもそっちの方が大事なんじゃないかなと。作品とは違って体験はコピーできないというギター横山健さんの発想をヒントにして生まれた一つ一つの試み。実際に体験することで心に刻んでもらいたい。40代半ばを過ぎても遊び心を持ちながら常に新たなことに挑む姿勢に、共に成長してきたファンも影響を受けているようです。全部ポジティブに引っ張ってってくれるって、昔から歌詞が全部ポジティブで、私たちも年を取るっていいなって思いました。いろんな経験を受けてもっと大きくなってすごい戻ってきてくれたんだなと思って、マジ泣きました。メンバーはなるべく多くの人にハイスタを体験してもらいたいと、来月には6都市を回るアリーナツアーを行う予定です。以上。